今日何の話をしたいかというと、まあ、足場機材がもうなくてなくてしょうがねえって、あの殺しだけでなんか1億近くかかったのかな、男だけの資材置き場の家賃とか、もうトラックの維持費管理費1億円ぐらいの材料、ちょっときついよね。はい、お疲れ様でした。びっくりした。お疲れ様です。資材置き場に来て今現在6時、はいはい、1分、はい、作業しております。はい、これちょっとバーッと取ってくれる。何よって今日何の話をしたいかというと、まあ、足場機材がもうなくてなくてしょうがねえって、あの殺しだけでなんか1億近くかかったのかな、1億近く買って、それでも新築ばっかりやってるから全然退院ってことでリースまでしてるんです。で、はい、やっとこんだけやっぱ材料がダーッと返ってきて、やっとね、こんだけ、うん、こんだけ今返ってきて、今これね、リース品を、はい、早そうってやってるんですけど、はい、もう全部、青色がこれリース品だろう、全部青色全部リース、全部これリース、じゃこれもリース、すごい、やばいやばい、全然暗い、うん、これもう今ここまであったやつの、今トラック乗っしょるだろ、あれもトラック今乗っしょる、これまたリースを返すのがてら大変なんや、返しに行くのがですか、なんでどうやって持ってきたんですか、じゃ逆にトラックするんじゃないか、帰ってくる、じゃあ一緒じゃないですか、だけど持ってくるのも大変、うん、使ったらバラバラに帰ってくるやん、あ、黄色と混ざってってことですか、仕分けしそうなんですね、あ、そういうことですね、でこれが月々150万か200万ぐらいいっちゃうの、そうです、まあでもこの辺は知れてるんですけど、手すりって一番借りてるの、あ、手すりか、手すりはあんまないです、まだ手すりはそんなに返ってきてない、確かに手すりだけ買えるわ、今日の解体現場もトラック乗ってるの青だけだったもん、だよな、今日もリース品で組んどったし、まあ、今そのうちもね、何っていうとこれ今日どういう動画撮りたいかというとさ、まあ、うち自身も、まあ、あの今中古買取道場でやってるじゃん、で結構あちこちから声かけてね、いい値段で買っとるって、まあ、喜んでもらっとるんですけど、はい、結局ほらは自分たちで使うからさ、再販するわけじゃないから、うんうん、買ってまた売るわけじゃないから、そこに儲けなくてもいいわけじゃん、これは本当に中古で買えば、まあ、新品で買うより安く、まあ、あ、そう、めちゃくちゃ高いから買えよ、うんうん、うん、じゃあ中古で買うんだったら、じゃあ最初から中古屋で買ってこいや、安いからさ、中古販売もやってるとこあるからさ、そこと同じ値段で買ったら意味ないから、中古で買うぐらい、あ、ちょっと邪魔なんじゃないかな、カンタさんが、こんだけね、まあ、リースがダーッと出て、まあ、ちょっとピークも過ぎたんだけど、はい、結局さ、散々じゃあ今年1年材料買って新築、まあ仕事もらえればどこでもやるみたいな感じでガーッてやって、まあ、ぶっちゃけ新築って今塗り替え道場の仕事も、あ、もともと下請けさんとか知り合いとかおるもんね、俺もね足場やから、塗り替え道場の、まあ、直の足場、はい、住宅の全部予想までやってくれるもん、確かに自社行ったら外部が組んだところばっかりじゃない、そうそうそう、最近だって塗装とか取るとも、もう外注さん組んだ、全然材料違うやつが組んだやつ、あれ全部違うんだよね、でやっぱ回収、まあ、そこってちゃんと単価決めとるもんで、営業から足場班にこのサイズの足場はこんだけだよって予算を落ちてくるんですね、で結局じゃあ1年新築やって、じゃあ改修工事って全然やらんって、まあ、これねってちっちゃいけど、まあ足場の材料の回転も早いんですよ、実際どうなの、この1年やって、正直手出しすぎたところありますね、新築のマンション、ああでもみんな、まあ、残業残業が、ただでも組み立てが重なりすぎて、一気に新築のマンションってまたね、あのちょっと違うんですけど、一気に組まんのかな、新築は、そうそうそう、あのワンフロア組んで、でまたコンクリートとか全部いろいろやって、それでまた一段組んで、一段っていうか2段半ぐらいか、そうそう、2段、あのワンフロア分ね、うん、足場組んだら今度また大工型枠とか全部入って、コンクリートとか打って、で床もできて、でそこの上にまた材料を打って、また組んでいくわけ、で今度下がどんどんもう内装とかやってるわけ、はいはいはい、だから俺らが5階とか組んどっても1階2階は内装屋さんが入ってるわけ、あ、じゃあ一気に組むわけじゃない、ちょっと順番にワンフロアずつ完成して、だから足場が一番先行だな、そうだから1年かけて、だいたいマンションは1年足場組んだんだな、でやっと解体で、解体で、まあ、2、3週間でこれですよ、2、3週間、うん、解体は一気に解体するんですか、そう、解体、え、でも一番下のやつはじゃあ1年前に組んだやつとかなってるんですか、やば、今回だと2棟大きいのがバラしたので、こんだけ材料が返ってきたって言ったんだけど、はい、これで買ったら奥だね、奥で買えんだろう、奥じゃ買えない、そうそうだな、それが
言い方悪いけど、新築でいくらぐらいの方じゃん。いやもう新築なんて大体今1棟600万とか600万とか、新築の工事して1年寝かしてよ、1億円ぐらいの材料を。ただ本当、そうぶっちゃけ厳しいんですけど、ただその職人を抱えておる人間を何で手出すかというと、うん、遊ばしたくないもんね、うん、その人間を、うん、でどうしても使いたいから、うん、マイナスにはならないけど、そんな利益にもならないけど、うん、手を出すっていう、ね、プラマイゼロみたいな。そう、そこの足場屋さん、だから足場屋さんで働いてれば、ね、まあ、社長みんな儲かってるでしょって思うけど、あんな今大変じゃない、皆さんもすごい大変だから、値段が下がってるっていうのもあるし、材料を持っとるところは強いけどね、だけどやっぱこれって昔投資して買っとるやつだからさ、もう本当にまあこれ見て動画はどう感じるのかなって、足場さんでどんなからくり、お金がどうやってからくりになってるのかなって言って、やっぱこんだけの資材置き場の家賃とか、トラックの維持費、管理費で足場の材料もやっぱり傷んできるからさ、それは儲かって、それ見て儲かってないところ絶対多いですよね。だからいや、俺塗装よりは儲かるなと思ってたんだけど、だから足場材なんかどんだけでも買えって言って、もう銀行でも何本でも買えてやらーって言ってたけど、いや、ちょっと待てよもうちょっと買うなちょっと新築もちょっとこれから厳しいで、まあ、精査していこうかって言って、職人がパンクしちゃうわ。で、足場だって資材さ、一生懸命働いて、こう残業で働いて、リース代で200万とかあったら意味ないか。まあ確かにそうですね、意味ないんだよ。じっくりちょっとね、足場の資材、本当に、まあ、愛知県とか貸すぐらいに、ね、貸してほしいぐらい貸してくれたら貸せ余っとるね、うちは、はい、まあ、ちょっと改修工事、ちょっと本当に紹介してほしいな、改修、改修ちょっとうちも新築話しとるとしっかり、ちょっと職人暇になるかもしれない改修工事、ぜひ塗り替え道でやってくださいと、足場はね、はい、うん、愛知、まあ、三重の方はいけるけど、はい、まあ、あの港区ってあの愛知県の港区って三重寄りの愛知県だから、だからまあそこからやっぱりよう行っても1時間ぐらいだね、うん、ぜひ改修工事、はい、あの塗装屋の人ぐらいだよね、そこが一番得意分野なので、本当にそれはもう塗装の職人さんに喜ぶと、うちの足場はもう塗装の職人のためにやっぱ、まあ、言い方悪いけど、まあ、結構知って、まあ、こうやって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 って言っておいて、うちの、ね、足田さんは結構みんな比較的綺麗に拭いてくれるけど、やっぱ雑で、ここに足場がねえとか、結構あるじゃないですか。ぜひね、そうですね、小さいところでも全然いいんで、小さいところの方がいいわけ、逆にね。まあ、そんな値段は多分今頼んでるところで変わんないぐらい、結構そんなにいい値段じゃないと思う。でも案外聞くんですよ、いろんな人が。うん、結構聞いてるんですか、足場屋が。本当びっくりするぐらい、本当そんな値段でやっとるんですか、そんな値段で取れるのみたいな今まで、まあ、行って俺らって早いでしょ、だって俺も自分の家の前で足場組んだけど、アパートだよ、用意って400円ぐらい5人ぐらいで来て2日かかってたの組み立てる、でも多分そんなにかかってでもできるってことは下手したお金が良かった、値段が出とるんだよね、うん、それ足場の一回でもおるからな、ただ知らないですよね、足場の原価が今どれぐらいっていう、床屋さんも下手したそうだよね、ぜひまたね、値段どれぐらいでやってるんですかとか聞いてくれたら、はい、相当管理だけでやってないと思いますので、ぜひ見てください、はい、お願いします。あとは実習生ね、はい、特定技能実習生関係、あ今ね特定技能がね、ちょっと俺も今日情報はっきりちょっと俺も聞いてないんだけど、今までは実習生から5年おったら特定技能っていうのを切り替えて5年、でこの10年おるとまたなんかさらに5年おれるかもみたいな、はい、そうするともう市民権獲得できるみたいな、なんていうの、もう10年以上おると要はビザが取れるとか、そういうのがあるんだけど、ちょっと詳しくわからないので、まあ、詳しく調べてほしいけど、今までは飛びしかダメ、ちゃうちゃう塗装とかダメだった、あれがいけるようになった、塗装も塗装とか、特定技能でもう最長10年15年とおれる、寺木さんが喜んじゃう、喜んじゃうよ、うん、もうかんもん、どうしようって言ってたから一人になるから今実習生使ってて、日本人の倍働く人、ターナーがだって何年生でしょ、5年5年って言ってたもん、来年いなくなっちゃうって言ってたから、めちゃくちゃ働くな、正直だって最初はなんていうんですか、まあ、言っちゃ悪いですけど、言葉悪いですけど、うん、やっぱちょっと比較すると日本と頭が悪いっていうか、覚えが悪いじゃないですか、うん、
でも1個覚えたらもうそれは確実にやってくるじゃないですか。まあ、まあそうだな。だから1個何個2個3個と覚えると、そこら辺におる日本じゃ、日本人じゃ全然違うじゃないですか。まあ、宇宙人間残ったやつやな。10人に1人残らんような業界で残った人たちだから、まあ、それはもちろんできるけど、基本的にはそんなの全然だよ。実習生、実習生がいくら辞めるって言ったってよく考えてよ、日本人何人辞めていくって。確かにね、10人のうち9人どころじゃないじゃん。 9.5 人ぐらい辞めていくじゃん。20人で1人残ったらいいとこじゃないの、アスファルト業界なんか。すごいね。まあ、平均取るとってそんなもんちゃうの。まあ、うちね、よくコメント欄では、まあ、社長がぶち切るからやめてくんだよ。何も気に入らないよ。切れられてるよ。会社にやっぱ3、4人ぐらい、本当頭が良くて、切れるやつがおると、そいつらが教えてくれるんで、だん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 。実習生がね。その実習生の中でも頭の切れるやつを教えてくれる。まあ、今、うちはいい人間になってるな。すごい、めっちゃすごい、もうみんなもう日本語とかも。バシバシ教えておる。まあ、そんな感じです。はい。今日はちょっと筆置き場でちょっと動画撮りました。はい。またチャンネル登録、ぜひチャンネル登録。うん、最近ね、キムチさんとかもなんか現れてきてる。そうですね。なんか気づいたら知らない間に。うん、で、あの一人のキムチさん、俺連絡とか取り合ってるので、公式っていう感じだよね。公式ってつけてもいいぐらい。切り抜きって儲かるんですよね。らしいですよ。だからだって私たちが出してるやつ切り抜いてるから。だってあの、だってあれ本家より乗ってるやつ。そうそう。あいつら飛んだやつあるじゃん。あれ俺らが70万か80万だよ。キリンキさん190万とか言って、180、190万180万か200万ぐらいです。200万弱言ってた。なんか言ってますよ、他の YouTuber 切り抜きは儲かる。本当だけど、切り抜きをさせてくださいってなんかその元の人間ちゃんと言っとかないと、うん、収益が反映されないってことだから、うん、収益がなんか公式にならない、公式にならない。もし勝手に切り抜き使ってたら、それを訴えたら、そいつ収益、あ、なるほど、収益がストップされるわけ。まあ、うちの切り抜きなんか、まあ、もっとね、有名な YouTuber のやつやった方がいいと思うけど、もううちの切り抜き、まあ、逆に穴場だねな。確かに。すごい有名な人は逆にいっぱいおるから、ね、そこに激戦に勝たなかったけど、逆にうち一人二人しかいないから、うん、それなりにね、チャンスはあるよね。はい。で、どぎついところあるから、結構そこだけ使うと結構もういいですよ。きついところあるじゃん。あります。きつすぎって時あるじゃん。ちょっと悪意あるんじゃねえかっていう時あるじゃん。そこだけ使ったら俺気まずいじゃん。俺悪意だから。まあ、それも含めてね。まあ、はい。やれればなと思います。はい。せーの。ご覧見てねー。寒い、帰ろう。Yeah.